い、どうも、クリアラケータチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何のことですかね。あれ、取れない、取れない。もうなんかご立腹なんですよ。何を叩かれたから祝福されてんの、不適されてんの、いじけてんの、へこんでる、へこんでる。そんなはずじゃなかった。こんなはずではなかった。もっと理解があるかと思ったらボロックスで流れて、ボロックス言われたっすね。もう俺、後期、大期、ともき出さねえから。もう無理を出してるから、ね、反省した。もう反省したけど、もう絶対出さないから。あとピンポン玉出さないから。いいっす、今日どっかに入れるのがあんまだらかなんて。分かってんだよ、絶対出さない。もうやらないね。いやで今日は、何をやりましょうか。今日は、はい、本日は、ぶった切りシリーズ第2弾やっていきたいと思います。結構好評というかいろんな意見いただきましたよね。そうですね、嬉しいですよね。まず第1回目でロードワーク、そうですよね。やった。で今日はサウナスーツ編。そうですね、第2弾。どうゲップしてんのか。叩かれるよ。早いな、叩かれるよ。ちょっと牛丼が効いてる。おいいじゃん。じゃ今日調子いいじゃん。聞いたことある。聞いたことあるよ。言ったっけ。聞いたことある。調子いいじゃん。で、まずですね、サウナスーツって多分、はい、まあ、知ってる方はほとんど知ってると思うんですけど、知らない方もいると思うので、まずサウナスーツがどういうものなのかっていうのを説明いただければ、はい、そうですね、結構もうボクサーのイメージの中でロードワークしたりとかジムワークしたりしてるイメージっていうのは強いと思うんですけど、うんうん、すごい発汗をしやすくなるように服の裏側がこう、なんすかね、あれアルミ素材ってやつなんですか、うん、あれね、ギーになってるやつ。サウナ、そうっす。サウナスーツって言ってね、サウナスーツ。なんか熱がこもりやすくなってくれてる素材なんですよね。だから発汗がしやすい。発汗ってか、あれサウナに入ってるから。サウナに入ってる、体がってこと。もう、あ、そうなんですか。なんか、ね、あれサウナ状態、サウナなんだよ。いや、サウナではない。スーツじゃないんじゃない。サウナではないです。あれ、動くサウナ室って言われてるんだよ。言われてない。初めて聞きましたけど。初めて。叩かれるよ。だから俺、サウナスーツ認めちゃいないんだよ。認めないですよ。そこはずっとわからんすか。そうだよ。だってサウナスーツってのはスーツじゃん。名前の時点で。そう。あれ、サウナだよ。サウナ。なるほど。スーツなんで、なんでもない。え、まあ、じゃあ、基本的に発汗するものっていうことなんですか。そうですね。汗が出やすくなるもの。はい。空気は通さない。空気通さないですね。密閉状態の、密閉状態にしてる、はい、ものですね。ちなみにお二人は、まあ、沼津さんは現役時代の話になっちゃうんですけど、平さん今ももちろん現役ですし、お二人は来たことがあるんですか。僕は来たことは正直あるはあります。あるはある、はい、今は、今ないです。沼津さんは。俺ね、ボクシングジムじゃない。俺は、はい、当時産業廃棄物中間処理場っていう産廃屋、産廃屋さんで仕事してて、はいはいはい、まあ、あんなもう暑いじゃん。まあがっつりですよね。追い込みてえなと思って仕事中サウナスーツ着て、おかしい。おかしい。案の定倒れた。でしょうね。あんな体強い沼津さんが、しかも真夏。じゃあお二人ともでその着たことがあるのかないのかって言ったら、今着てない状態じゃないですか。でその理由は何ですか。着ない理由というか。そうですね、やっぱり良くないですよね、全体的に。メリットを感じないです。それはもうぶっちゃけ、ぶった切っちゃうと、ぶった切っちゃうと、もう着る意味がわからないというか。はい、あ。まあ、俺に関しては俺、産廃屋の工場長に叱られたから、ね。お前そんなこと着て、お前また倒れて、お前次の日休むったらマジ切れるぞ。それ切れるわ。もう切るのやめようと思って。そっから着てない。それが理由。それが理由なの。もう。それがなかったら着てたの。いや、仕事にならなかった。ただ汗をかいて、ね、やった気になって満足して帰っていく。なもうマスターベーションだよ。もう最低だ。もういいね。もう大戦れ、大戦れ。マスターベーションスーツだね。大戦れだよ、こんな。サウナじゃないの。あ、でも一理あるかもしれないですね。うん、自己満足ですもんね。自己満スーツ、うん。正直言うと、今僕が聞いてるうちだとデメリットしかない。メリットがないじゃないですか。こう見てる方に分かりやすく言うと、もうデメリットもう何ですか。多分一般の方とか、あとボクサーももしかしたらそうかもしれないですけど、求めてるものって痩せることだと思うんですよ。それを着ることによって何を求めてるかって、痩せる。さっき話したけど汗が出るし、はい、汗が出るし、気になりますよね。やっぱこう体重が落ちるじゃないですか、はい、それで運動すると、はい、はあ、まあでもそれは痩せてはないっていう、うん、いやもうさっき言ったように、その気になってるだけスーツだよ。名前ちょこちょこ変えるな。体重が落ちてるだけで痩せてはない、その気スーツ、うん、
まあ、その日だけスーツ。うるさいよ。止まんない。うるさいよ。叩かれるぞ、また。顔でかいって叩かれるぞ、ほんと。そこか。まだ言われてる。クリアさんが小さいからね。そうなの、こいつもっと前行けよ。しょうがないよね。クリアさんでも、勉強で、クリアさんもうここら辺にいなきゃいけないと、ここら辺に。ここら辺にクリアさんが。ここら辺にいないと。首もいらねえな、俺。やっぱりこう汗が出るじゃないですか、すごい汗が出るんで、うん、まあ、練習をしてバーッと汗かけば体重自体は落ちるんですよ、うん、はい、で体重が落ちるってことを、まあ、痩せたと勘違いする、はい、それはただ単にこう出てるものは汗なんで、はい、脂肪が落ちてるわけじゃないですか、水ですよね、水です、体内で水ですよね、それをまた水分取っちゃえば戻るんで、なるほど、はい、出したものを取ってしまえば一緒ってことですか、戻っちゃうんで2キロ落ちても2リッター水を飲んだら一緒ですよってことですもんね、そうです、そういうことですよね、なんならその脱水の状態で運動のパフォーマンス自体は落ちてるんで、ああ、これ大事なところですね、はい、消費エネルギー絶対に落ちてると、はい、パフォーマンスが落ちてる、動きが落ちてるとか、そういうことですよね、消費カロリー自体が落ちてるんで、運動の効率自体も下げてしまうと、そうです、運動効率も悪くなるし、はい、うん、動けなくなるし、ま、動きづらいですもんね、あんな長袖着ながら運動してるっていう時点で、動きやすい服装でいいパフォーマンスで動く、より動く、そうすれば消費カロリーが上がる、そして痩せる、普通に考えてみると試合の時格好どう、格好格好ジョーラです、ジョーラだろ、はい、でトランクスだろ、はい、そのために練習してる、そうですね、うん、じゃあその格好で練習した方がいい、運動パフォーマンスを落ちる原因っていうのは別にその脱水っていう部分だけじゃないですけど、そのサウナスーツに、はい、まあ、関係してる部分でいうと、はい、暑さっていう部分も運動パフォーマンス落ちるんですよ、うーん、はい、で熱がこもるわけじゃないですか、体の中に、はい、はい、で深部体温が上がれば上がるほどに体の動きって落ちるんで、体温が41度とかかな超えた時の動きってめちゃくちゃ悪くなるとか、なんか41度だったかな、なんかそうかもしれないですね、人にすごいよるんですけど、高熱出るとやっぱ動けないっすもんね、やっぱ風邪とかでもそうですけど、そのために汗が出てくれてるんで、あ、調節をしようと体が、はい、体温調節っすよね、体って車みたいなもんで、ガソリンが食べ物とか、食べ物とか、はい、エネルギーの摂取をして、はい、エンジン回して、でそれで動くじゃないですか、それに、まあ、熱が出てくるわけですよね、エネルギーを生み出すときに人間の体も熱が出てくる、熱を出すっていうことを多くした方が消費エネルギーが上がるんで、まあ、痩せやすいんですよね、うん、だから涼しい格好をしてる方が実際は消費カロリーって上がるんですよ、代謝が上がる、なるほど、はい、なるほど、まあ、冬の方が減量簡単とか言うもん、そうですね、そうですね、うん、冬の方が実は代謝が上がってて減量楽なんですよね、夏場で動きづらくて僕なんか減量ちょっとやりづらいですもん、ああそうですか、はい、体調落ちづらいです、動きづらいしやっぱ暑いから、ああ減量するなもん、スノー減量できる、沼田さんのことよく言いますよね、そうそう、減量するなと、うん、ナチュラルでいいけど、まあまあまあ、ナチュラルっていうのは人それぞれだけどね、それが何キロ落としたのが自分のナチュラル、うん、っていうのはまあ人それぞれだから、これはもう言わない、また言うとさまた、ね、うん、俺またすごくなっちゃうから荒れちゃうからさ、ネット荒れちゃうから、言わない言わない、俺もういい、いい子ちゃんに行くから、いい子ちゃんに行くんですね、いい子ちゃんに行く、なるほどなるほど、あんまねそういう出さないから人の名前、後期、大期、特期は忘れ出してほら、ほらまだ P だから編集で絶対出さない、直屋、拓磨、不愉快だ、呼ばれるからほらそういうところ隣のやつが不愉快でもう見ないって言われて隣の白髪頭は何だって言われる、嬉しいですけどね、賛否両論あってのは嬉しいことですけどね、見てもらってる人でも正直言ってサウナスーツはもう聞いてると着る必要がないとか、ね、着るべきではないことじゃないですか、じゃあ着ない方が運動の効率も上がるしみたいな、体調悪くする可能性だってあるし、もう真夏でもサウナスーツ着る人ってやっぱりいるんで、あ、いますよ、たまに走ってますもんね、サウナスーツで、ツイッターのテールでこう見て、サウナスーツ着てもうなんか座り込んじゃってる人がいてとか、やっぱこう真夏でも頑張って走って、サウナスーツ着て走って汗出しすぎて多分気持ち悪くなっちゃったとか、そういうことだと思うんですけど、そういうリスクもあるじゃないですか、なるほどなるほど、相当賛否両論だよこれはね、サウナスーツに関しては、あ、そうですか、うん、だって真冬、まあ、ロードワークしなきゃいけないじゃん、早朝、はい、真冬なんか早朝半端ない寒い、寒いっすよね、その時にやっぱり思いっきりいろいろ着込んで走りにくいし、あのサウナスーツっていうのはやっぱり本当風通しもなく、あれ一枚いい、うん、いいっていう人もいると思うんだよね、
でも練習してて暖房とかついてて締め切ってそこでサウナスーツつのは俺よくないよね、うん、さっき言ったように、まあ、用途を考えてということですね、うん、しっかり、まあ、いつものことです考えてってことですね、考えないといけない、やっぱ何でも大事なことですよね、本当サウナスーツ着てね、なんか練習した気になってるやついいんだよ、いるんですか、いるんだ、いるの、サウナスーツ着て汗びしょびしょになってなんか、うん、やってます僕やってますよみたいな、いるんですか、いるんですね、うん、だからそういうやつを俺はもう叱りたい、叱りたい、今後そういうのも、いやよく YouTube でも見るよ、そういう練習してる人たち、パフォーマンス下がるし、人間の体は水でできてるからね、そんな水をさ出しちゃダメだよ、なんか出すな、ありますもんね、なんか 2% 落ちただけで運動パフォーマンス出すな、こら我慢しろ、こら、はい、ギリギリまで出すなよ、ほらほらあれどうじゃないのって言ってると絶対一回はそれいるそうでもキリストはないものじゃないですか、まあ、さっきの話に戻っちゃうと多分着てる人ってのは多分痩せたい方がほとんどだと思うんですよ、まあ、中にはその寒いから着てるって方もいると思うんですけど、まあ、ほぼほとんどの人は痩せたい、まあ痩せてはいないんですけど出てるだけなんでってなってくると着ない方がいいわけじゃないですか、代わりにどうしたらいいですか、運動の時間を増やすとか、もうその着てやってること自体が非効率なんで、だったら着ないで運動した方が絶対効率がいいです、じゃ例えば、サウナスーツを着て20分足だったらその人を着ないで20分足とかいいってこと、絶対いいっす、なるほど、うん、多分そっちの動きやすい格好で動いた方がいいスピードが出てるだとか強度が高く走れてるはずです、つけない方がいい、そういう自然のまま、うん、自然のままみんなね、かぶせようとするのよ、失敗したな、かぶせる、うん、かぶせるとかその装着しようとする、装着をする、失敗したな、俺ヘッドギアとかも意味ないと思うし、はい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 、ワールカップも意味ないと思うし、はい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 、はい、うん、そこでね、全部をね、こう囲む、じゃあ今日はこの辺で、はい、あ、まあね、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、こういうのぶった切ってほしいとか、そうですよね、あ、これどうなんだみたいな、コメント欄でこれが気になりますとか、はい、こういうことやってほしいっていうのがあれば、いつでも栗原啓太の沼田工場が出動しますのでそうですね、ぶった切っていきましょう、いつでもぶった切っていくのでね、準備いつでもできてるから、できてますもんね。